皆さん、こんにちは。クラン日本語学院です。今回のスペシャルゲストは、荒木先生です。今回は、日本の生活シリーズ、美容院で使えるフレーズを紹介します。予約の時に使えるフレーズです。この動画を最後まで見て、美容院に電話で予約をしてみましょう。はい、クラン美容室でございます。すみません。カットとカラーの予約をしたいのですが。カットとカラーのご予約ですね。かしこまりました。お日にちはいつがよろしいですか？来週の月曜日は空いてますか？かしこまりました。それでは来週月曜日の午後2時はいかがでしょうか？あ、はい、大丈夫です。それでは来週月曜日の2時にお待ちしております。はい、お願いします。予約のフレーズです。の予約をしたいのですが、カットの予約をしたいのですが、カラーの予約をしたいのですが、パーマの予約をしたいのですが、トリートメントの予約をしたいのですが、は空いてますか？来週の月曜日は空いてますか？今日の午後は空いてますか？今週の日曜日は空いてますか？予約に必ず必要なこちらのフレーズ、ぜひ覚えて使ってくださいね。